ファーファー。で、お薬をまたもらってきました。こちら1日半分ずつ、ね、お水に混ぜるんですけど、まずこのお薬を水に溶かしてから、先ほどのお薬を1日その半分ずつ分けて、もう水の中に水として与えまして、普通の水は美味しいみたいで薬飲まなくなっちゃうんで、もうこのお水だけ、薬の入ったお水だけを与えます。で、あとはサファが、ね、苦手のこのこういった金属の解毒剤とか、あとはこういうお薬を尿酸、こういうのを毎日1日2回与えています。あとはね、関節のサプリを、病院に行ってからちょっとびっこというか手をね、こうやってずっとこっちの足を折ってるんで、一応関節のサプリもあげています。それをもう病院でご相談していただいたものです。で、綺麗な色なんですよね、ほら。で、前回ペットショップで羽を切っていただいたんですけど、切り方がちょっとあんまり良くなかったみたいで、先生にご相談したら、羽はとりあえず今は切らないでいいってことになりました。で、爪は基本的に切らなくていいそうなんですけど、やっぱりね、一緒にいると血だらけになっちゃうんで、あとはその鳥さんも爪を引っ掛けて骨折とかしちゃうみたいなんで、切っていただきましたね、サファ。なんか初めて飼うと、飼うっていう言い方がすごく嫌なんですけど、初めてだとわからないことがいっぱいあるので、ブルブルしてますね。ワンちゃんとかはね、ワンちゃんとかウサちゃんとかは今もいて、一応まあ何年も飼ってたりして経験があるので、だいたいその具合が悪そうだなとかっていうのも、まあウサちゃんもね、結構あんまりわからないんですけどね。ね。お薬は音楽をかけて、サファイア君は歌うのが好きなので、音楽でノリノリにして、だんだん気分が乗ってきて、歌ったり踊ったりしだしたら少しずつ飲んでくれます。そうでしょ、サファーね。サファー、セキセイインコの羽衣セキセイっていうパステルカラーの子がいて、すごく気になってるんですけど、セキセイインコは、まあ、とりあえず今はね、お迎えする予定はないんですけど、ちょうだいわ、ちょうだい、サファーちょうだい、そうそうそう、ちょうだい、ちょうだい、ちょうだいね。え、なんか一緒にいると幸せですよね。皆さんはどんなインコさんを、まあ、もしくはワンちゃんでも、ね、私は動物全般大好きなので、本当にもうどんな動物でも気になるんですけど、なんか毎秒動きが違うので、なんかもうずっと見てても飽きないんですよね。ね、ティーちゃん、そうでしょ、ティーちゃん。多分ね、これね、猫カフェに行った時の猫ちゃんの匂いがついてるんですよね、バッグに。なんかちょっと匂ってます。ちょうだいわ、ちょうだい、サファちょうだい、ちょうだい、ちょうだい、これがいい、これがいい。なんかもっと幸せにしてあげたいので、例えば食べ物のこととかいろいろ
もっと知りたいんですよね。なんかペレット派だったり、シード派だったり、まあ、シードっていうのは、なんかひまわりの種とかそういう泡玉とかそういうのをあげる、どちらかをあげたり、まあ、両方あげたりとかっていろいろその、まあ、なんかあるみたいで、でペットショップではシードは体に、まあ、結構脂質がすごいので太っちゃうので、ペレットがいいですよっていう風におすすめしていただいたんですけど、やっぱり本とかその動物病院の先生とかいろいろお話してさせていただくと、やっぱりその科学的にはどちらがいいっていう結果が出てないそうなので、そのもちろんサファイア君はシードがすごく好きで美味しいみたいなんで、その、ね、美味しいんだったらそのちょっと食べ物の楽しみっていうのもあると思うので、例えばフルーツをたまにあげるとかといっても食べてくれたことがないんですけど、なんかちょっとね、一つがいいって聞いたからそれだけをずっと続けるっていうのもやっぱり生き物なのでね、いろんな楽しみを見つけてあげたいなって思ってます。ね、そうでしょサファーね。わあすごいね。サファー、もっとちょうだいちょうだい、サファーちょうだい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 、さあこれでこれあげる。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。今インスタもね、記録用にサファイアくんの写真をいっぱい載せ始めています。はいどうぞ。なんか YouTube で自分の日記として載っけてたんですけど、サファイアくんの方が人気みたいなんで、サファイアくんを中心に載っけてた方がいいのかなって思っています。なんかこれを通して鳥を飼ってる方とこういろいろコミュニケーションが取れたらすごくいいなと思っています。結構そういうなんかサークルみたいなのが私のこう知ってるところではないので、特に沖縄インコ飼ってる方とかご連絡してくださったら嬉しいですね。ティーちゃんね、ティーずっと後ろにいるね。サーファー。で、うち入ろっか。もう寒いもんね。お薬飲んで、また出してあげる。ね。ね。おー、ゆら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 。